母の足腰がさらに弱くなり、仕方なく買い替えました。イグニスが納車されてすぐに満タンに。その後、先日640キロ走って初めて給油をしました。25リットル入りました。計算しましたら1リッターあたり 25.2 キロ走っていました。往復150キロの中距離ドライブを2回ほどしただけで、他には母のリハビリのための通院と診察のための通院、そして買い物以外での使用はありませんでした。燃費はかなり満足しています。またこれは無茶なことでしたが、かなりぬちゃぬちゃしていて、小岩もゴロゴロしている林道の走行も通院の時に近道として何度か走りました。雨でぬかるんでいるところに小岩もゴロゴロあり、車にとっては最悪な状態の林道だったかと思います。当然軽トラがよく走っている林道だったので、輪立ちが深く常に車の腹を地面にこすっていました。そんなことから、車の前部下部に取り付けられているゴムのような部分が取れてしまいました。田舎なので、そういった林道の走行は日常生活面でも当たり前のところでした。母の乗り降りのことを考えなければジムニーかジープにしていました。またアプローチアングルが20度しかないといったところにも問題があると思いました。とはいえ、ゴムの部分は多分車体の保護と人を引いた場合に人を保護する役目を担っている部分だと思いますので、車体へは特に大きな傷もなく問題はありませんでした。しかし林道の走行にはかなり気を配る必要があると感じました。サスストロークも短いのも気になるところの一つになりました。かなりぬかるんでいる林道で対角線スタックをしてしまった場合に、イグニスにはグリップコントロールといった機能があるのですが、それをオンにしてもアプローチアングルが少ないために前方の仮面が地面で引っかかり、前方へは抜け出すことができませんでした。しかしバックでもグリップコントロールが働いてくれていたのか、バックで抜け出すことができました。アプローチアングルと最低地上高はやはりもう少し欲しいところですね。しかしクロスロードの時には仮面を擦っていたところを擦らずに通過する場面もあり、車体の軽さとホイールベースがクロスロードより短いのが功を奏した場面もいくつかありました。総合的には乗り心地は個人差があると思いますので何とも言えませんが、個人的には初期の突き上げ感が柔らかく乗っていて楽を感じています。しかし小さな路面凹凸でしたら突き上げ感も穏やかでいいのですが、凹凸という段差というよりも突然少しでも飛び出ているマンホールだとか、道路の工事で工事部分と舗装されている部分が整地されていない急な段差が少しあったりした場合には、突き上げ感というよりも車が壊れるのではなかろうかといったひどいショックがあり、それは何とかしていただきたいと思いました。皆さんも東北地方の冬の温泉地へ行った時に見たことがあるかと思いますが、道路の真ん中付近に地下水を噴き出す配管があり、冬場にはそこから噴水のように水が出ているのですが、寒さが厳しくなりますと水が常に出ている部分とそうでない部分に激しい段差ができるのですが、そこを通過することを考えるとおそらく凄まじい振動があるのではないかと今から心配でなりません。その部分に関しては鈴木とあろう者がもう少し考えを深くしてくれなかったのかと今更ながら後悔している部分もあります。車の性格から言うと都会志向の生活が主で、時々スキーなどに使う程度の車といった感じです。2人乗車であればスキーなどの荷物も十分に搭載できますし、時速80キロから100キロの範囲内でのロングドライブは案外に楽です。しかし前に大きなトラックが走っていて、そのトラックの前に出たいと言って前に出てみたら、さらに前にまだトラックが走っていて、少しの間追い越し車線を走るような時速80キロからの追い越しには辛い部分もあります。エンジン音さえ気にしなければまあ大丈夫なんですが、かなりエンジンがうなります。しかし加速はエンジンの音に比例して加速していません。高速道路も80キロで
ゆっくりとのんびりドライブする感覚でいれば問題はないかと思います。ただし若者向けの車ではないと思います。加速がいいわけでもありません。コーナーを走っていて楽しい車でもありません。どんな道もそこそここなしてくれるオールマイティーな車といったところでしょう。またこりゃひどい林道だなぁといった林道も車の性格上避けた方がいいでしょう。林道走行はハスラーの方が得意かもしれません。そんな印象があります。一般道もマンホールが飛び出ているような道を走行する場合には気を使った方がいいかと思います。車への被害はないかもしれませんが、ドライバーを含めた同乗者への振動の衝撃があります。特にリアサスに関しては法定速度をオーバーして飛び出たマンホールを通過してしまいますと首がムチ打ちになるかもしれないと思うほどの衝撃があります。まあ都心を走っている限りではそのような道はないかと思いますが、田舎道にはありますので